今日の字は旅です。片辺は筆順に注意しましょう。左の払いは直線的に引くと綺麗です。作りはここまで一気に書いてしまうと行書らしくなります。最後は軽く抜いていきましょう。昔自分探しの一人旅に出たことがあります。見つかりました。一人旅が嫌いな自分が、つまんなかった